なぜアニメを字幕で見るのか僕にはわからなかった。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。世界でも類を見ないほど発展している日本の声優業界、映画の吹き替えからアニメのアフレコ、さらにはテレビ番組のナレーションまで、声優たちは幅広い分野でその才能を発揮しています。一方、海外では専業の声優は少なく、俳優が声優を兼業するのが一般的。そのため、日本の声優の専門性と演技力に驚く外国人は少なくないようです。今回ご紹介するのは、吹き替え版よりも字幕版の日本のアニメの方が人気であることを疑問に思っていたアメリカ人高校生が、友人から日本の声優の凄さを聞いて驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。なぜ西洋人は日本語版を優遇するのか。僕の名前はドレイク、サンフランシスコに住む17歳のアメリカ人だ。今日みんなに話したいのは、日本人声優が持つ高い技術について。かつての僕は日本人声優がもてはやされていることを疑問に思っていたんだけど、友人から聞いたある話がきっかけで、その考えがガラリと変わったんだ。ところで、アメリカにおける昨今の日本ブームは異常とも言えるほどの盛り上がりを見せていてね。こうした現象はどうやらアメリカだけではなく世界規模で起こっているらしいんだ。例えば日本文化の中でも世界中に熱狂的なファンが多いのが日本のアニメ、ワンピースや僕のヒーローアカデミア、鬼滅の刃など、アメリカでも数多くの日本のアニメが爆発的なヒットを記録した。僕ももちろん日本のアニメは大好き。近年はネットフリックスやクランチロールなどのネット配信で見られる日本のアニメがどんどん増えていて、それらの作品をチェックするのが以前の僕にとっては日課のようになっていたよ。だけど最近の日本ブームは、そうした日本フリークである僕ですらちょっと恐ろしさを感じるほどの盛り上がりでね。まあ僕もそれなりに楽しんでいるわけだから文句は言わないけど、商品にジャパンの文字がついただけで値段が跳ね上がるのはさすがにおかしくないかとも思うんだ。だって妙な日本語がプリントされただけの安っぽい T シャツでさえ40ドルくらいはするんだよ。そしてそういうのを見ているうちに、僕の日本愛は次第に歪んでいってしまってね。進撃の巨人を最後に日本のアニメに手を出すことはパッタリとなくなってしまったんだ。まああのエキサイティングな時間が日常生活の中から消えるというのは、慣れないうちはかなり辛かったよ。だけど僕がそれほどまでに強い意志を持つことができたのは、僕が昔から好きだった一人の声優が SNS で発したある言葉に共感したからなんだ。映画にしろテレビ版にしろ、英語吹き替えではなく字幕版のアニメの方が人気なのは、日本ってだけで何でも称賛する一部の日本オタクのせいだ。彼のこの投稿を見て、僕はまさしくその通りだと思ったね。彼の意見は、この国が現在陥っている異常なまでの日本ブームに対して、僕が思っていることと全く同じ、実に的を射ていたよ。その翌日、僕は友人のデュアンにもこのことを話した。きっと彼は僕の意見に同意してくれるだろうと思ってね。アニメをわざわざ字幕で見るなんて単なる日本かぶれでしかないってわけさ。え、どうしてだい？だってさ、考えてもみろよ。今でこそ日本のアニメは世界中で騒がれているけどさ、一昔前はこうしたコンテンツといえば英語かフランス語くらいしかなかったわけだぜ。それはつまり僕たちが日常的に使う英語によるコンテンツを楽しむのに慣れていたってことで、英語だからこそ俳優の演技や特撮技術なんかも集中して見ることができたんだ。もちろん最近の日本のアニメだってアメリカの声優たちが英語吹き替えを行っている。それなのに
そういった動画コンテンツにはみんな見向きもしない。下手したらネットに違法アップロードされている海賊版の字幕コンテンツの方が人気だって言うんだから、おかしな話だと思わないか？まあ日本アニメの海賊版は本当によく見かけるよね。確かに日本のアニメはジャンルが幅広く、エキサイティングで素晴らしいアイデアに満ちた作品が多いとは思うよ。だけどトータルで考えた場合はまだまだディズニーやマーベルには遠く及ばない。君もそう思うだろう？ところがデュアンの口から出た言葉は僕の考えとは正反対のものだったんだ。まあ君の言うことも一理あるとは思うよ。でも僕はどちらかというと字幕派なんだよね。マジかよ、あの膨大な量のセリフを全部字幕で追いかけるっていうのか？そんなことをしたら画面に全然集中できないじゃないか。あはは、それくらい慣れれば余裕だよ。僕たちが字幕を押す理由にそんなことは関係ない。残念ながらアメリカの声優は日本のアニメ作品を吹き替えるだけの技術やセンスをまだ十分に持ち合わせてないんだ。アメリカの声優は実力不足ってことなのか？アメリカの声優が吹き替えた作品を見てそんな風に感じたことはない。だから僕はデュアンの発言が信じられなかったよ。だが彼はこんな風に話を続けたんだ。実は僕、将来は声優になってみたいっていう夢があってね。高校卒業後は専門学校に通おうかとも思っているんだ。それで自分なりにいろいろと調べてみたら分かったことがあって、どうやら日本と他の国では声優に対する取り組みが大きく違っていて、日本の声優っていうのは独特のスキルを持った職業なんだよ。僕が初めて日本のアニメを字幕で見ようと思ったのはスパイファミリーという作品から。この作品の主要キャラの一人であるアーニャは13学年制の名門校に通う自称6歳、推定年齢4から5歳の女の子なんだ。まあどこの国でもそうだろうけど、幼児の吹き替えというのはかなりハードルが高く、男の子にしろ女の子にしろ大抵は女性が声を担当するだろう。これがディズニー作品に出てくるような普通の幼児であれば問題はないんだけど、そこは日本のアニメ。アーニャは人の心が読める上にその能力で全てを見透かしているようなところがあってね。場面場面でそれは見事なツッコミを入れてくるんだ。こうなってくるとただ単に幼児語を話す幼子を演じればいいというわけではなく、時にはエスプリを聞かせた会話や感情表現も必要になってくる。まあ口でいくら説明してもわからないとは思うけど、日本語版ではこのアーニャの声が本当にマッチしていてね、喜怒哀楽の表現もうまいし、残念だけど吹き替え版を見ようなんて気は起こらないんだよ。そういうものなのか。僕はスカイファミリーを一度も見たことがないので、デュアンの言うことは今一つピンとこなかった。そりゃ英語吹き替え版のミーガン・シップマンも頑張っていたよ。ネット上でも好意的な意見は結構多かったしね。だけど多くのファンはミーガンの努力は評価しつつも、やはりアーニャの声は厚見種崎しか認められないって言うんだ。もちろんこれは日本とアメリカのアニメ公開日が大きく異なることが原因の一つだってことは分かっているよ。僕たちのような日本のアニメファンは情報をゲットするタイミングが日本のファンと大差ないからね。そして有志によって日本で放送されたアニメに字幕がつけられ、日本とほぼ同じタイミングでアメリカでも見ることができるんだ。こうした行為が著作権などの問題から許されるものではないことは僕も他の人たちも知っている。だけど日本のアニメに少しでも興味を持っている人であれば、こうした海賊版を目にすることがすごく簡単なことなのはわかるだろう。これは何もアメリカに限ったことではない。ポルノが厳しく規制されている日本や中国でも未成年は堂々と無修正動画を見ることができる。
不本意ではあるけれど、ネットっていうのはそういうものなのさ。ま、元の話に戻ると、僕たちはこういう感じでアメリカの声優が吹き替える前にオリジナルの声優の声を聞いてしまうことになる。そうすると日本語の発音が持つ独特の響きと高いスキルに完全にやられてしまったんだよ。でもそれってあくまで君が個人的に思ったことなんだろ？確かに今話したのはほとんどが僕の感想だ。だけど同じように考えている人たちは他にもいてね。例えば君はグラディエーターっていう映画を知っているかい？ああ、20年以上も前の映画だろ。ネット配信で見たことがあるよ。グラディエーターというのは SF 映画の傑作、ブレードランナーを作ったリドリー・スコット監督が手掛けた古代ローマを舞台にしたスペクタクル映画。戦闘シーンのかっこよさや重厚な音楽が素晴らしかったんだよね。あの作品は世界中のほとんどの国で公開され、その国の言語に吹き替えられたんだけど、ハリウッド三大映画配給会社の一つであるユニバーサルピクチャーズがドイツ人登録者を対象にある動画を公開したんだ。その動画は1分半ほどの短いもので、同作のワンシーンをドイツ語、イタリア語、英語、日本語、フランス語に吹き替えたものが20秒ずつ収められていた。どの言語もシーンは同じ。要するに単純に吹き替えの違いだけを体験することができるようになっていたというわけさ。そしてユニバーサルピクチャーズは動画の最後で、グラディエーターを見るなら日本語版を視聴しなければいけないってことさら強く推薦していたんだ。ドイツ語圏の人に対して日本語版を勧める？ユニバーサルピクチャーズはどうしてそんなメッセージを発信したんだ？詳しい理由はわからない。だけど不思議なことに、ネットには肯定的な意見が多く寄せられていたんだ。さっきも言ったように、グラディエーターは古代ローマを題材にした作品。普通に考えればドイツ語やフランス語、イタリア語なんかの方がよりリアルに感じられる気がするだろう。ところが不思議なことに、日本語が最も作品の雰囲気に合っていて、俳優の口の動きに合わせるスキルも優れていたらしいんだ。考えてみれば、日本語というのは表現方法によって大きく印象が異なる言語であり、こうした言語はアジアの他の国々ではあまり見られない。例えばベンハーやローマの休日が中国語や韓国語に吹き替えられたとして、君は見る気がするかい？全然見たくないな。中国人や韓国人のうるさい話し方をずっと聞いていたら疲れてしまいそうだからね。だろ？あのイントネーションはどんなシリアスなドラマでも西洋人にはコメディのように聞こえてしまうんだよ。中国語や韓国語は日本語に比べるとなんとなく耳障り。僕の友人の中国人も日本語が持つ独特の響きが好きで、アニメは日本語で見ると言っていたしね。不思議なことに、同じアジアの言葉でも日本語は西洋人の耳にも心地よく響くんだそう。とにかく僕たちが日本語吹き替え版を好んで見るのは、別にアメリカの声優を下に見ているわけじゃない。単純に日本の声優が担当している日本のアニメをできるだけそのままの状態で見たいというだけなのさ。僕は日本アニメを絶っていたせいで、最近の話題作を全然見ていない。だけどデュアンがそこまで言うのなら、日本語版のアニメを久しぶりに見てみようかな。海外の反応。個人的にはフランス語と日本語が理解できなくても心地よく聞こえる言語かな。言葉の響きが美しいんだよね。僕は中国人だが、中国語吹き替え版はどれを見ても退屈。感情や個性に欠けることが多いんだ。それに引き換え、日本語の吹き替えは素晴らしい。日本の吹き替え技術は業界の他の誰よりも先を行っていると思うよ。教養のない私の耳だと、中国語はアジアのドイツ語のように聞こえるわ。とてもぎこちなくて、そけなくて、怒っているみたいなの。僕は韓国人だが、韓国語と日本語は少し似ているように思う。
だけどより優しく聞こえるのは日本語。やっぱり日本のアニメは日本語で見るに限るよ。単にローカライズされた吹き替えはゴミだというアニメ文化の偏見があるからだろうな。まとめ。声優は俳優と同様に専門のトレーニングと膨大な練習を必要とする職業。日本ではアニメ産業やゲーム産業の発達に伴って大量の声優が必要となったことがレベルの高い声優を生み出すベースになったと言われています。また声優はアニメやゲームの人気上昇に大きく貢献しており、今の日本では多くの若者が声優を志望。良い市場があり、養成機関があり、競争があり、そして若者の情熱もあるという好循環が生み出されているため、日本の声優産業のレベルもおのずと高まっているのでしょう。近年は話題のアニメ作品や洋画の吹き替え作品に本業が声優ではない俳優やタレントを起用するケースが増加。その傾向に賛否両論の声が出るのは、声優というプロの仕事に対するリスペクトを抱いている人が多いことの表れなのでしょうね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。